ビーチキャッスルの仮 さあということで始まりました「ピーチキャストのラジオ」「リーのお時間」です、はい、このラジオは毎週水曜日の夜の7時から8時まで楽しく1時間をお送りする番組です、はい、お相手はピーチキャッストする毎週の前の翔とええー、最近えー、とてつもなくなんかええー、毛量が減ってきてるんじゃないかと感じているバル <laughs> でーすはいよろしくお願いしますいや減ってないだろ <laughs> 減ってんばいやそ変わらんだろそんなお前をずっともうお,お前ひどいないやなんで <laughs> 変わらんだろうってお前いや変わらんよそんな なん,なんか、若干なんかあれみたいな心なしかって感じるときはあるけどや文字<ジ>じゃあまあ人が見て変わらないっていうんだったら、うん、ちょっと俺の被害妄想かもしれない、ね、いやいや多分そうですそうですそうで俺そんな気にしたことないのに文字うん昔から少ないってこと 昔からっていうかだからもうその紙質よ <laughs> お前もう変わらないもう味 <laughs> なお前老舗の毛量ぐらい本当に変わらない味をお届けしてるわけじゃないから俺は変わらない毛量お届けじゃないよそんな気にする必要もない俺の毛量楽しみにしてくれてる常連客いないだろ <laughs> いやいやお分かるいるかもしれんやしいるかお前あ,あ今日遠丸帽子取ってるやしとか <laughs> <laughs> ちょっと濡れてんねとかいるかお前そんなのでも気持ちあり俺の毛量ばっか見て目見て喋れって思えそれは <laughs> まあ,あのその中前回も長く言ってたんだけど要はあの男性顧問の女性のなんかちょっとおっぱい大きいとちょっとちらってみんなに。はいはい 言ってしいうのとあとちょっと頭皮が薄い男性はもう絶対に一旦目線上に上げてるなっていうのを絶対気づいてるっていうあらしいからやまあお話もまあ何回かやってまんすけどまあまあねだから巨乳の女性が胸見られてんの分かるよっていうのははげてる男性はお前髪見てんの分かるよっていう倍,倍だからね視線に関しては この…ハゲてる人の方が敏感だぜ、うん、ああだって,て巨乳の女性は、うん、男の人しか,からしか見られないじゃんはい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 、はい、ハゲてる人はあ男女関係なくってこと男女関係なく見られるから要は倍視線を感じてるはずなのよ <laughs> でしかも子供から大人までだからなイエス子供っていう分野も入ってくくじゃもう。 もう倍どころじゃない10倍ぐらい期間なそりゃ歯止めがそう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 だからこの視線に関してのプロフェッショナルはやっぱもう毛量が少ない男性はいはいはいいわゆるハゲははいいこれがもう一番敏感よ敏感だろうなこの視線に関してはそうそうあと男性で巨乳は全く見ないっていう人もいるからやああいるな確かにそう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 巨乳そうだな見ない人は当に見ないなうん でしょ。なのかなそう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 。お前もそんな縁にあ、ただなんていうの巨乳は一応好きなんだけど好きばやまあまあ一応 <laughs> 好きなんだけどさら,さらっと気持ち悪いじゃありって何かあんまりよなんかその女の子の顔とかそういうのが覚えきれない <laughs> どういうことなんていうのええー、なんていうかじゃで仮にじゃああ後輩芸人のなんかその彼女とかああ一回なんかちょっとライブとか見送りの時とかでこうああすれ違ったりとかあったりするさうん。ああああ もうその1回でも覚えきれんばうんうんうん覚えきれないのなんか1回飲み会を挟んでちょっと喋らないと認識しないっていうかああその巨乳の手どう繋がってくればそれはトーバルごめん全然繋がないです何でかお前急に変な話してから何だそれ最近ちょっとじゃあもう全然話違うんだけど繋がらないんだけど病気かなと思っていやそれは分かるぜ 人の顔を覚えきれないっていうのはあるお前もあますそれはこの得意不得意があるからそう<ー>そう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 顔を覚えれる人と覚えれない人っていうのがいるらしいから、うん、だからそれだからこそ、うん、記憶力の差になってくるわけよでもなんか地元の同級生とかは一応ある程度覚えてるわけそれはそうだろお前いやじゃあ要は全然喋ったことない女とかああコンビニで働いてるのを急にばった見てあ,<ー>あれと思ってうん それはお前覚えてるさ昔から見てるんだからで逆に傷つくパターンもあるけどね「まるだよね」とか <うん S 2> で言って「あはい」とかって <うん S 2> え「えっ覚えてる俺」って言あ <うん S 2> すいません全然知らないです」「えやばっ」あら」<怖>っ,っていう <laughs>「そうなんだ」ってなんで話しかければ怖いけどいやなんかもうとっさ的になんか口がポロッて出てしまうパターンいや,いや怖いお前 <laughs> い相手のいてる人たちがめちゃめちゃ怖いと思うけどいやそりゃそうだお前十何年経ってんのにさ高校生の頃だったとしても喋りかけたらもうえ十何年会ってなかったらもう<し>ほぼ他人だからや <laughs> お前怖いぜマジで確かに十何年会ってないなもういやそうだよお前それで言ったら離婚したお父んて俺もう二十何年会ってない怖いさすがに分からんなもんなえや分かるかや分からんかいやさすがにどころじゃないお前い30年ぐらい会ってないもん 三十年ぐらいは言い過ぎだけど二十…数年,数年うんちゃ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 他人他人だなほんとに完全に他人ああでもマジで死に敬語だよむしろいやだろうなもう、うん、だってもう大人だし、うんうん、困る <laughs> どうするわけ性格悪いやつだったらいや…喧嘩するからね <laughs> 何言ってるばい <laughs> すぐ喧嘩かか怖さよって感じになってくるよ定時怖いやしそのレベルでお前は話しかけいああそうだなそんな感じよ <laughs> 巨乳の話はどこ行ったもん巨乳の話してんだからあ巨乳ああいや巨乳は一応まあ好きだけどもあのー、あれがあるやしあのー、<laughs> なんていうのパイスラッシャーとい言えば あーなんかあのー肩掛けのカバンをえーっと巨人の女性がつけてると真ん中にねおっぱいの跡ができるってやつでができるっていうのはパイスラッシャーって言われてんだけどパイスラねあれはよ分かってるだろああ女性もおうあーまあそれはあるなチンスラと一緒だからやチンスラって何いや、ね、いやいやいやチンコのところに分からんけど もしかもしかよ流行りがなんか2週半ぐらい回ってかばんかけるみたいなのが来た時にまたの間とかにそうそうそう分からんけど分からんけどそういうのと一緒じゃん分かるだろどう考えたってああでも女性の人も絶対一個この男性の股間部に目やってる時はありそうだけどない絶対ないだろ見ないよお前いや分からんよ見ないってだってお前さ女性のさ皮膚の部分見るかお前見ないだろ見ない それと一緒よ見ないだろわざわざ見ないかやうん見るかお前じゃあんか全身タイツとか入ってる時とかよいやそれはお前それは見るさそれはこの普通の私生活においてそれはそうだよ何でお前全身タイツの時に見ようとしないといけんねえそういう女の子見たことありますえっそういう女性見たことあるんですか陸上はいはたんですけど。はいはいはいが。いはい何いは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  スタッフはなんて言ってたのいやだからその陸上やってた時にその他校のマネージャーがスタッフさんがはいはいはいこのなんていうのええどこどこのないない選手めっちゃもっこりしてたとかそれ陸上だからじゃないですか陸上ああそうそうだからそのそういうさこのがっつりと分かるものに関してはそういう風なき目は気にするんじゃないだから通常の服装でさ見ないかないさそれはないかそう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  だか,らだから巨乳が好きか嫌いかっていう話になってくると、うん、このパイサラのね話にちょっとずれましたけど、うん、この後輩芸人のねはい、はい、アリックリンのクリスはいはいクリスクリスはもうとんでもないぐらいおっぱいが好きだからああそうあいつおっぱい上空だよ上空って好きって意味おっぱい好きようん、うん、そりゃそうよもう怖いよあいつの発言にはえなんで え、B カップ以下は男ってっすよ死にやばいごめんなさいクリスの発言ですよそうですよ僕たちじゃないですからねすごいよねもう男ってさ俺もへえと思ったのになんかあれなんか言うもんねあいつなんか普通になんかなんかさあの人こう可愛いよねとかさ芸人で話になった時にさははいいああるな話になった時にさうんまあそうっすかねってなるけどめっちゃ巨乳だよって知った途端に やばいっすデージー好きになりまげえ<ば>って言うから、ね、手のひら返すの早 <laughs> もうスイッチがもうおっぱいやしもういややっぱ違うじゃんやっぱあのー、ハーフだからさああや,やっぱアメリカの血がさはい、はい、騒ぐのよボリューミーなのが好きなんだろうなそう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 いう言葉やっぱもう血がそういう性癖にまで影響してくるかっていう まあ、血は争えないって言うからな <laughs> いやまあそれはどうかわかりませんけど、うん、でね、あのー、ツイッターにもコメント来てましてはいはい、えー、ツイッターにもスプリームさんですねありがとうございますありがとうございます、えー、先日嫁のパイスラに、えー、やられましたあらあらあら、まあ、えーすごいねいいじゃないですか嫁さんはパイスラをされる <laughs> <laughs> …旦那さんにパイスラするっていうのもまあまあ、うん、まあまあすごいことですけどいやもうこれ別にこれもうかカバンかけてるだけだから 女子としては多分、うん、でもまあ,ある程度意識はしてると思うよ。もうパイサルするときはもう,こう、うん、はい、どうせ世の男は見るんでしょ、シュピンって多分そこまで考えてるかな考えてると思う。女という生き物は俺そういうものだと俺は思っている。マジな。<うん S 2> やばいな、それは。で、一番、ちょっとその、巨乳とかその胸に関するにちょっとずれるんだけど、<おう S 1> 水着。水着をまあ海に行って水着着るやし。だけどちょっと 県外の方とか結構水着でビーチとか遊んだりするさそれはもう別にいいやし普通だからね普通さでうちのうちは沖縄の人は水着着ける人があんまりいないし女性はね少ないさでまあんかブギだったりとかいないよね確かにマジでっていうのは別にいいよ紫外線とか紫外線気にして紫外線気にして一番ちょっと悪意があるのは水着着ておきながら白 T を羽織るやつ あ何で白 T だばっていう、はい、黒でもいいさちょっと見せたいみたいなそうそうそう濡れて透けるさそらもういやそれちょちょ待てそれお前性癖だぜいやいや,いやそれはだからそれは性癖だそれはだからちゃあねあのその来てる女がすっごいもう悪意の塊だと思う <laughs> いやそうか倍視線集めると思うよ いやそうかなあ濡れてるえなどんな水着着てんだろうなっていういやち<ー>そんなでもそんな見ないけどねそれはそうん<あ>いやだからなんか俺もっと沖縄の女の子たちはもっと水着を着て海に遊びに行くべきだと思うんだけどああなんか男男するのがあマジやだみたいなっていうこのなんか島のなんかさ、うん、独特の感性あるこれ嫌だな、うん そういう意味あるわだからなんか着るんだったら全員で着てね、えーってやってる方がまだいいじゃん。<うん S 1> まああとあれもあるんだよね。なんかさ、あの家族でできてさ、若いあのお母さんなのに、まあ二十代のお母さん。我々からまあどこを持って若いというのはあれですけど、我々からしたら若いじゃん。若い二十五とか若いお母さんなのにもう水着着てなんかね、あの昔俺が小学校の頃にあのとあの見てたなんか。 お母さんたちの海の入り方みたいなのが要はこのめっちゃさ袖まで白くてさ完全日焼け防備みたいな感じしてから入ってる女性を見るとちょっと悲しくなるよね分かるその時間その日ぐらいはちょっとぐらい焼けたってでいやでも気持ちは分かるのよもう旦那さんもいるしそれはもちろん当たり前のことなんだけど逆に言うと子供いて旦那さんもいるのに 完全にビキニ来てる人たちは、うん、あれ旦那さんと揉めてるのかって <laughs> いやだからね俺が旦那さんになった時には、うん、そこの境目を気にしたいと思う海に行こうかっつって、はい、海でも完全にビキニ来だしたら、うん、何買ったかっ,っ,て <laughs> ってなると思うよそれお前気をつけた方がいいよああなるほどね年相応っていうかその年代相応に合った水のそのじゃじゃあじゃあ申し訳じゃじゃ 自分以外の男性の目を集めようとしてるからねああそういうことかそうだよお前そうさあーあでもなんかビッキニうーにうんなんかいつでもどこでも水着っていうかそういうのオープンな感じで過ごせる嫁さんもいいっちゃいいと思うけどな、うん、あれマジ心が寛大だね、うん、なかなか全,全然何も気にしない俺はああなるほどね それはそれでいいことだよ。だけど、ああまあ、水着着れるってことは、それなりに恥ずかしくないボディをしてるんでしょうねっていうのを。ね、なんで、それ。いや、何いやなんか、大体の、なんか、女の人って、あれな、なんか、なんか、え、お肉がとか。ああ、言うよ、えねそれは。だったら。 っていうじゃ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 お前が鍛えてるかのお前が筋トレばっかしてるからそう思うだけだろ <laughs> 何をお前女性には女性ほど筋トレ嫌いなやついないからさない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 けども、うん、まあまあでもで俺はだからその沖縄の,なんかこの若者たちにもうちょっと水着を着てなんかビーチに女性にだろそうそう男性ももちろんよ着てなんかだってこんなさあの男性は男を着てるやんにあ,あ着てる着てるかこんなさあの沖縄なんかアメリカンチックやし一応あ,あまあまあね にもかかわらずービーチ行ったらみんなフルブギで体操着んでああわかるなそれそりゃもう気分下がるっしょ <laughs> いやいや <laughs> いやいやお前がエロい目で見たいだけならそれはちょっと、うん、それもある <laughs> あるけどもそれも含めてなんかそれで言ったらナンパとかマジでもう見破られてるからやみんななああはい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 もう水着の女性はもう県外の人だから県外の、うん だからもう沖縄の女性に声かけることはなくなってる人もうな,いないです、ね、男性もさ、はい、ないですだから、もうこれちょっと悲しいよな悲しいだって本当は海に遊びに行ってる沖縄の女性だって声だ一回ぐらいかけられたい人たちもいるさあもちろん、もちろん,ちろん絶対わいわいみんなとしない人となんか集まってビーチパーティーちょっと途中で参加してとかあ<ー>仲良くなるか,、ね、から。 世の男性はもう水着着てる女にしかナンパしなくなってるああそれは、ね、どういう水着が好きあ,あうわあ悩むなあゃあなんか悩むわんか,、ね、からんけどん、ね、まあ流行りとかわからんよああなんか今その女性の間で水着がどんぐらい何が流行ってるかわからんけどあ,あ,あの、がっつりビキニみたいなのじゃなくてああまあ一応ビキニなんだけどあのヒラヒラがついてんのうーわーベタだねそそうそう、ヒラヒラがなんかこう前の方について ってるのが好きやしさ、可愛らしいタイプ。そう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 。なんかかっこいいなんか黒系統とかは、うんん。まあちょっと怖そう。ほー。な人がつけてそうなイメージがある。そうかな。なんか黒きめいさだとか。そういう。なんかなんかごめんもう俺俺個人で。黒鬼めいさこ怖そうだもん。俺怖い俺目つきが鋭い人がちょっと苦手な。あーそう。 俺全然だね全然いけるねとかがつけてそう,てそう黒木イサさんかわいいよもちろん美人で綺麗なんだけどいなちろんもちろん,もち,ろんちょっとなんか俺の中では苦手な部類に入るあの目つきのええー、そうですかそうそうそう,そうあ全然だねあじゃあなんかあの美人さん的なタイプはちょっと怖いんだね怖いちょっと苦手さはあ<ー>だって俺 好きな女性のタイプっていうかもうずーっといてるけどもう矢口真里さんとかはまあ辻ちゃん辻のぞみさんだからなんかちょっとちょっと丸顔の目が優しそうな雰囲気の女性しかちょっと俺あのいけないわけよいけないっていうか。 が<で>、うん、多分タイプなんだろうなあーなるほど目が鋭いのはちょっと苦手やつさはあなるほどねなんか知らんけどなんか知らんけどまあまあでも分かるっちゃ分かるよもうベタな感じねうん、うん、ベタっていうのか分からないけど多分そうああ、可いい系が好きなんだでああそうでそのひらひらの水着を着てほしいそうそうそう,そう全く違うな俺とはあマジで全く興奮しないよひらひらはマジな全くここで急に全く真逆なんだ 無理。無理。無理っていうか。なんかはうみたいな。感じ。え、何こいつ、ちょっとキャピってんの。いや、キャピってるまではいかんけど。だって、おっぱいの大きさをごまかそうとして、んそれ。あ。ああ、なんか。はいはい。わざ、なんかおっぱいを、なんかふくよかに見せるというか。わからんけど。よ、わからんけど。なんかちょっと目隠し的な。ちょ、ちょっとなんかね。ああ、まあ、可愛いっていう気持ちはわかるけど。はーって感じだね。 ああじ,ゃあ多分じゃあそこまで俺がおっぱい見てないからなのかなああそうかもねお前さっき「巨乳好きだけど」って言ってたけどああ多分そこまで好きじゃないんだよなああああええ、お前じゃあどういう系が好きなの俺はね、うん、あのーまあ、水着の形としてはちょっともう一昔遅れてるかもしれんけど、うん、こう水着のさらに下から履く 紐のティーバッグみたいなあんのか <laughs> 知らんわかるある？わか女性はわかると思うけどあるわちょっとグってなんか上まで来てるみたいな水着やローライズでああ紐のパンツみたいなのが上まで来てるあ、二枚重ねてきないやつなそうそう形としては多分トレンドじゃないと思うべもう今あのああああああえあるんだけどああその紐をね、うん、ギーって上までして <laughs> 上にグリグリグリーつってからグリ <laughs> グリーグリグリ言うなお前 <laughs> あっってじゃあそれはもうもろ<う>出てるやしお前の性癖がもろ出てる性癖じゃないって俺は性癖じゃないってギューンって上まで上げたよああそうだね知らんもう水着の趣味とかない <laughs> むしろまあ確かになうもう着て遊べれば全然いい <laughs> <laughs> ビーチパーティーとかね だまあなんかでもちょっとなん, <laughs> なんていうか分からないけどちょっと、うん、あのうーんみ、まあ、水着もそうだけど、うん、スポーツする時の格好、まあ、水着もそうなんだけどさダサいのと嫌だ,嫌だなダサいと。あーなんかこうスポーツウェア的なものあのね普通にできる格好はあるとしてもさ、うん、あのー、たまにいるんだよね。 運動するってなった時にめっちゃダサいやしみたいな <laughs> あなんか要はジャージの着こなし方とかイエスイエスイエスそう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 、うん、なんか分かるような気がするこのねスポーツする時に格好がかわいい子で水着の時に格好がかわいい子は、うん、私服に通常できてる洋服もセンスいいから、うん、あーまあ多分合わせ方だとかこの子って 先生いいのかなダサいのかなって判断するとき、うん、すぐデートでちょっと走りに行こうかって言ったほうがいい <laughs> マラソンそのときにする格好で決まるあ<ー>たまにだけど、うん、スポーツするときにもスポーツするときに昼動くじゃん昼動くなうんキャバ嬢の格好をしてくるときあるからやあのドレスじゃないけど夜やしみたいな <laughs>、うん、<laughs> ああ ちょっと夜をようなキャバ嬢ああ…キャバ嬢海とか行っても夜走りに行くなんかスポーツする時でもキャバ嬢って分かる格好するからマジ何なんだろうなこれマジでダサいと思うぜ一応あの雰囲気キャバ嬢がダサいわけじゃないよなんかそのそうなっていってしまってるってことだろその格好がんかそう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 なんか分かるような気がするこれやばいよほんにこれはやばいなうん そうそ,それ一番問題だから <laughs> <laughs> だから水着も一緒で水着の格好があめっちゃ可愛いなとかはいはいはいスポーツする時も可愛く見える女性はマジで私服もいいよ、うん、確かに言えてるかもしれないそうだから要はなぜかというとこれ言えるのは TPO ができてないのよ、うん、あ時と場合とそうの格好ができてない場合全部一緒だよ、うん、あーでもいるなそういう女性の人たちは まあ一つやるのはお前も一緒なんだけど、うん、まあ俺もそうだな <laughs> だってねもうそんな気にしないでもう洋服よあの外出ていく時はもうペシペシ着ていくから、うん、時と場合でこの格好だなって気にしたことないだろあんまりあんまないな <laughs> とりあえず釣りとかに行んだったら汚れてもいいやつすぐぶち捨てれるやつ汚れてもいいやつも大前提で大事だけど <laughs>、うん、まあ釣りのなんかさ多少かっこいい洋服とかさかブランドとかあるでしょあ、まあ、ブランドじゃないにしても着こなしはあるじゃん、うん、ある程度はうん、うん、それとかできないやつはもう終わりよわっていう話ようんもうまず資源材料がないやさその。

っていうやつとといいうこで、はさあということでこのラジオではメッセージを募集しておりますメールアドレスが 797-fmkinoan.com 797-fmkinoan.com となっておりますそして本日もツイキャスで動画配信をしておりますのでたくさんのコメントお待ちしておりますお願いしますさあじゃあということで一旦曲継って CM いきましょうかそれではお願いいたします 朝起きるの無理だったやつさ。 レールヒッツ来てますねはいぶち込めないっつーやばかったな何

えー、ラジオネーム浦添っ子さんからですねありがとうございますありがとうございますーええー、前城さんと尾原さんこんばんは,ばんは、えー、こんばんはー、はい、えーっとー1週間ぶりですかそうですね1週間ぶりです悲しいお知らせですとおえー、どうした何しましたええ怖いお二人は知っていましたかと何フジテレビ系アニメ ちびまるこちゃんで知られるああ漫画家、桜ももこさんが平成30年8月15日に乳ュでお亡くなりになったそうですとう <ん S 1> ねえこニュースたくさんやってますね。LINE ニュース見てびっくりしました。<うん S 1> 私はアニメ「ちびまるこちゃん好きなのでえ?」ってなりましたと。そうですね。 まあ僕の,あの前代ニュースの第3位もこれだったんですけれども、ちびまるっちゃんのさくらももこさんの。あ前代さんの週刊ニューストップ3、ちょっとまだ聞いてなかったですけれども、もうちょっと、先に第3位が出てしまいましたけれども、ああのそのさくらももこさんが乳がんで亡くなって、結構若いんですよね、53歳ぐらいですかね、亡くなったんですけど。 で、この、だから、この最後に、このニベアのコラボした、この商品も、まあ、発売されるっていうことが決まったんですけれども。はいえー、桜もこさんがやってですね。もうちょっと悲しいんですけれども。あのー、爆笑問題さん。はい,は,いはい、はい、はい。が、あのー、ちびまる子ちゃんのエンディング。で、爆中問題っていうので。エンディングを歌ってたのは。まだ、皆さん記憶ありますかね。え、あれ。ポンキッキじゃなくて。もうありますけど、多分、ちびまる子ちゃんでも、多分、やってるんですよ。ほう,ほ,うほう、ほう、ほう。 なんかこのエンディングなんか体操しながらほうほうでそれがあのーまあ、爆笑問題さんの話なんですけれどもはい、はい、桜桃子ももこさんがこうデビュー、うん、要はテレビで放送される時に、うん、舞台で爆笑問題さんたちとこう関わったらしいんですよ、うん、でその時もうそんな太田さんとかって結構口バーっていっちゃうタイプじゃないですかう勢い勢いで勢いいバーってっていうのがまあそういうキャラクターというかをモチーフなんですけども、うん、その時 いやもう俺ももこなんて嫌いだよみたいなのなんか面白半分こうバーっていって太田さんがボケでなそうそう、ボケで行ってまあ会場ももう面白がっててだけどこれがもう結構前だったらしいわけもう20年ぐらい前ぐらいでで,で,でそこからそののなんていうのもう漫画家と芸人ってさほどそんな接点ってないじゃないですかまあね、なかなかないね。 でだけど、さくらももこさんがそのエンディングというかその歌をぜひ爆笑問題さんに歌ってほしいっていう、うんうん、あの時の舞台ので面白かったことをもう覚えててでオファーをかけて、えー、そうううなんだそうそうそこからその一応なんか付き合いは長くなったって話してて、はい、あ何があるか分からんなと思ったわけ。ほほほほ お笑い芸人ってお笑い芸人だけではないさもう,もう何でも求められる時代でして、はい、俳優だとかドラマとか芝居<ん>だとか劇だとか<ん>その中でそのつながりで何かこう人と出会える職業がたくさんあるのは俺お笑い芸人じゃないかなって改めてちょっと思ったニュース第3位でした。ゃめちゃくちゃゃくいい話に、うん 変換しましたけどもいやいやいやまあまあまあでもなんか中芸人がどうたらこうたらいやでもマジで悲しいいやそうですねちっちゃい頃から見てたアニメですからね日曜日の夜六時といえばですからね乳癌ねうん乳癌だ乳癌女性はね本当に多いですからしかも検査だから本当にそれこそ今どうなんでしょうかね年々増えてきてるんですかねこの乳がんとか乳がん検診とかさうん マンモグラフィーとかたくさんね受けといた方がいいっていうふうにはねわれわれ私の浅い知識ではねそういうふうには言われてますから女性の方は本当に気をつけてほしいなと思いますねなかなかだよなだって俺らピーチキャスルもさ健康診断とか多分いかんよもういやいや行ってる暇ないよいや一回言っとかんとちょっと怖いぜまあ言えてるけどだってお前もう30度 売れない方が怖い。いや、それはさらに怖いよ。さらに怖い、本当に。どうするお前、売れ始めて、あっ、すみませんって。えっだったらしゃあない、もう。ははは売れてるんだったら。ああ、もう、もう見切りをつけて。売れなくて長生きする方が怖い。俺はね、俺は。俺はね。確かに。死に怖いよ。死に怖いよ。売れてないのに、デジ健康だよ 体が丈夫なのかと言いす健康が大事って言うかもしれないけど俺まあお僕の考えはですよ <laughs> うん、うん、本当に非常にそれが怖いです <laughs> 本当にまあっていうあー第3位の話ねそうです、ね、まだから浦添子さんも非常になんかはい 悲しくまあ僕方も悲しいですけどえってなるよね確かになりますねちょっとびっくりしましたああなるほどありがとうございましたありがとうございましたありがとうございますじゃあちょっとそのままの流れで第2位いきますかえー前城のニュース第2位いきますかこれはあのね知らない方多いと思いますけど前城さんがニュースを見るね癖をつけるためにやってるそうですねじゃあ第2位いきましょうかまあでもこれも結構もう 話前城の1週間の気になるニュース第2位は何でしょうか病院のエアコン故障あああったね死者ごめんやばいねこれってやばくないこれやばいよマジで俺ゾッとしたんだけどいや藤掛病院でしたっけねだったかなうんエアコンが壊れて3階4階の病室がもう外の気温と何ら変わらない 三十四度五度ぐらいの室内でなおかつ病室にはもう家庭用扇風機一台やばいけどサウナだからね低温サウナで一応いやマジでなそれをさそんなおじいちゃんおばあちゃんの高齢者七十八十のきついよそりゃまあそんな関係ないとは言ってるけどいや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 関係あるしょあらららら暑さマジで関係あるよ絶対にある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  だっておじいちゃんおばあちゃんなんで年だし免疫力とかも低下してるしもういわば赤ちゃんみたいなもんだからああまなるほどねその人たちをさそんなムシムシしたところに1週間とかさこれやばいなほ、うんと<当>にこれはちょっと、ね、あのー、あれ見たなんか記者会見みたいなねねああなんかちょっと見た記者会見っていうかなんかちょっとインタビュー的なもんだろ <あー S 2> 委員長の見たやつさびっくりしたなびっくりしたなんかスタッフみたいの <laughs> なんか <laughs> 逃げ寄ったし二人が <laughs> チローンってからなあ多分なだからなんだと僕たちはかかかけた関係ないみたいな怖っ<わ>あれこれってなん, <laughs> な,ん,な,んなんかなもう病院自体にもう要はお金がないのか ななんだろうな原因は全くだからまだ解明されてないだろうそうそうまだまだまだ解明されてないだからその要はちょっと容体が重症そうな人たちを要はクーラーの効いてる2階の病室へ何かこう何名かは移動させたで暑いのがいいっていう人もいらっしゃいますからみたいなこと言ってたり、うん、いやそんなことはないいるかや,いるかや <laughs> まあない暑いのがいいなんていう人間いないさ じゃ生き物の中でじ多少いるい,い,い,いるかもしれんよ。うん、なんていうのかな、このまあまあこれぐらいでいいさみたいな人いるかもしれない。え熱い熱い激熱で好きな人はいないからさ。<laughs> そう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 。いやなんかだから確かによ、中にはなんかちょっとクーラー苦手やすさとか。ああ、そうそうね。そういう人たちはいるかもしれんけど、<ー>それはもう、うん、そ,その中でも一応限度っていうものがあるさ。うん。 それをさ356度の <laughs> 室内でさ言ってるんじゃないかなっていうぐらいふ <laughs> ふなんかフラフラしてたや <laughs> あのー、院長 <laughs> してたしてたなんか「ははは」みたいな最後笑ってたし、うん、もうめっちゃもう追い詰められてんじゃん <laughs> えもう多分んヤ <laughs> が追い詰められるっていうか死者出てるからやそうそうそうだからもうもう頭の中混乱してるのにもなぜこうなったんだろうとかどうしようとかインタビューなんて言葉出せばいいんだろうとかでもう 死にキモいやし考えるのがもう嫌になってるんじゃん何だこいつ全然大人じゃんやしまあな死に自分が可愛いんだろうの可能性もあるかもしれんしねやば死に怖いやし怖い怖いめちゃくちゃ怖い,岐阜,いって岐阜県の最高気温がまあ一応40度は一応一回出てるっていうことなんでく<ー>結構暑いよもうだから 沖縄のだから暑いなって感じるのの1.5倍暑いと思うよ風もないし多分やっぱう<わ>もう都会の恐ろしいマジ恐ろしいよどうすればマジでクーラーなくなったらやばいよやばいなはぁ、あ、芸人とかやってる場合じゃなくなるよ <laughs> 無理だろっってどうにか考えるしかないほんとほんとに,にやっばマジで せめて業務用扇風機だったらなんかお金がないなりにも応急処置とかしてるのかなとは思うけど家庭用扇風機って一応もうまず使ってるお家がそんな少ないさあ家庭用扇風機って、うん、どう思ったんかや看護師さんとかあ働いて,て,てる従業員なんか絶対ちょこちょこそ院内では、まあ、なってたんかや<も>やばてなってはいるとは思うけどあーあーでツイッターでメッセージ、ねうんでねえちょっとね、えー、ちょっとお待ちくださいよ ええすみませんねええっとツイッターネームルフトハンザさんですねありがとうございますはじめまして殺人容疑で家宅捜査してましたねと富山でさ40度近かったとですよとはあ家宅捜査すごいねやっぱでも殺人容疑ってなるんだんかそういう医療的ミスとかその過失とかではなくて。 故意やんにだから故意にしたのかどうかっていうとこになって故意だなっていうふうになったから殺人容疑ってなったようにあ笑ってんのにそうだよ怖さよ本当に怖いなマジで内部告発もあったんじゃないですかあ内部告発もあった可能性があるとああそうだろうなまあな従業員はもしかしたらそう思っててダメなんじゃないかって言ってるけど上の人たちが全然動いてくれなかったとかバラしてたんああそのパターンもあるねあるよ あ怖い<わ>怖いねそれだってさだってその自分なんかさ、うん、お父さんお母さんとかおじおばあとかもさその…病院に要は入院とかさせてるわけさこれはもう不安感を煽るニュースでしかないなと思って、うん、言えてるだって今何だっけ 本の世代段階の世代が段階の階を多分魂って呼んだんだろう <laughs> <laughs> それは断魂って段,階段階の世代か <laughs> で要はもう溢れていくわけでしょその高齢者の人たちがああその中でこういうのが起きたらもう怖いよ <laughs> ここあと10年とかなんかめっちゃ減るんじゃないかったっけ何十年か後かに <laughs> あ,あだからそれはあれに俺なんかがおじおばぐらいになる時じゃないの えそうなのぐらいじゃんだって今の俺なんかのおじオバーでさえまだ全然病院とかも行ってないしまあまあまあ元気な状態だからそっからあと多分10年20年ぐらいじゃない怖いなそれは俺たちがおじオバーになる頃にちょうどめっちゃ減ってるじゃんなるほどなるほどああっていうニュースが気になった第2位とはいちょっとこっからどうなるかちょっとチェックして かないねそして前城さんの気になるニュース1週間の気になるニュース第1位は何でしょうか三郷公園前のファミリーマート発注ミスでリプトンアップルティー99本入荷じゃ分からんええんて難しい三郷中学校三郷公園の前のファミリーマート発注ミスでリプトンのアップルティー99本入荷ゃ リププトンのアッルティー箱のやつ、1.5リットルか1泊、どっからの情報かよそれ、ツイッターで回ってきたわけで、なんか、発注ビスですいません、大量に入荷してしまいました、よかったら買ってねっていう、リプトンのアップルティー、99本、そうそうそう、そそううざーって、もう、あの、下のコンビニ、なんかジュースいっぱいあるでしょ、下のの全部リプトンのアップルティーな 三公園のところのファミリーマートいやごめんね超ローカルなニュースだけどもこれ安くしてるわあ安くはしてないと思う普通の正規の値段でやばやってるけど下にもうずらーって全部リプトンのアップルティーしかなかったらでも買うかもな行ってからなんか買いたいなってなった時にアップルティーしかないわなると思うけどでももう 両サイドにお茶ちょっと牛乳ちょっとあ <laughs> も全部でもポップでさ、うん、発注ミスです助けてってやったら買うやんにみんなああなあだから俺それもう俺すごいと思ったわけあっそうん、<す>あ書かれてた書かれててそのお店の店内にもあ<ー>でツイッターで回ってきたその画像にもそういう文章添え付けられててよかったらみんなで買いに行こうぜゆいまる精神だみたいなああ<ー>でなんかリツイートも結構言ってたからあすごいなと思ってわざとやんにえ いや怖いこと言うなよ分からんけどじゃあ売り上げいいんですかでも公演前ですからじゃじゃじゃお盆後だからお盆あとでなるほどねお盆あとでわざとみんなでアップルティー入れてみようぜツイッタうんありえるかもどうなるのかちょっとこれやってみようぜみたいな感じでツイッターがどうパズるのかっていやいや心ないこと言うな初めは9本入荷する予定だったわよ 本あそんなもんなんだそんなもんなんだだったらしいけどだから毎日あれなんじゃないその発注かけてるんじゃないああちょっとじつ今日は10本でちょっと売れたからじゃあ明日7本だけど1日で急に99本来たからやばいなビビったんじゃん多分ファミリーマートもおまえ99本とか思わなかったんかよ確かになでもそういうさ飲食の人たちって結構やっぱ数で ちょっと疲れてる時とかやっぱミスミスるぜなんか飲食のプロフェッショナルみたいな顔してからいや俺バイトやってるさで飲食店でやってんだけどピザやねピザやね柿生柿を3キロ発注だわけよ3キロよ3キロっていってもまあ一応1個分あるかないかぐらいのそんなねすぐもう長く置けないものだし出る分だけもう上の圧ーがよ 間違ったよ鉄塔ってもうな何,何をしたかわからんよ頭割るやつがドうんドンキロ注文してるばって鉄塔柿をうん鉄塔うん鉄塔それ多いばええしたたか多いそうなんだじゃあまず置くところがない三十キロって言ったら一刀缶でいったらどれぐらいかもドン俺まず一刀缶かどうか分からんけどまず白の <laughs> こン発砲しての鉄塔発砲してあれ何キロだわあれが何キロかなあれが多分 1 0ロぐらいだと思う1 0 k もあるんだそうそう3つ来たばでってああで中にじゃあもうしたたか入ってたから柿がえちょっと待ってピザ屋だけど柿屋じゃないよってあっ柿屋とかんか海鮮のお店だったら分かるよだったら分かるよんかみんなでんか七輪とかで焼き柿とかで食うようなお店だったら分かるよはいはいちょっと待てとうん ピザ屋でき使うばっていうかそもそもちょっとあなんか一応出してるわけよなんか、えー、バル的な雰囲気を出してなんかやるなそうそうそうなんでもかんでも手出しやがって出してるよステーキもあるのにピザ屋じゃんさピザ屋じゃなくなってるもんなんかこれダメだよわかるなんでもかんでも手出したられこれめちゃくちゃわかるそれあい,いやでそれで がそう3 0キロぐらい来てからまずもう冷蔵庫に入らんわけだってもういつも常備されてるようはピザ生地だとかいろんなのがいってるから入るスペースがないないないね確かにその次に取った行動が従業員でどなたか5キロずつ買う人っていううわやっぱ5キロでもまあまあよ確かに1人で食えんし多分そんな1人15個とか食えるまあ食おうと思ったら食えるけどねでも15個は15個でも1 0ロはいかんから5キロとかも。 おうで、そうしたらもう従業員にみんなでまあ、じゃあえいくらですかみたいな<う>じゃあちょっと安くするよみたいな感じでで、もう俺も5キロは買えんかったけど一応3キロ買ってあ買ったんだ3キロでどんぐらいあったかなまあ待ってよ26個ぐらいおあ<ー>26個ぐらい多分入ってたというような気がするああもう一応、まあ、いくらだっけ26個でえー、いくらだったかな1500円とか おおおまあ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 ,まあ,まあ、まあ、仕入れねみたいな感じであ<ー>まあまあリーズナブルだね2000円いくかいくかないとかああそれは全然いいんじゃないですかそうそうだからまあまあいいやと思ってだそれはまあおいしい失敗だったからよかったけども生で食えるやつ生で食える全然おそれは全然だったらいいんじゃない、うん、3キロぐらいが限界だったなもう途中自分で殻もむいてお家でポコって,って食べて4個目ぐらいからは飽きるやっぱど,あそうどんなに味をなんかこのポン酢とかタバスコだとかレモンとかやっても もう…いやいや焼きガキにしたりとかさとか、まあ、むすでもやろうかなと思ったんだけどからむくのしたたかしんどいばーああなるほどねおでもそれでも食うやのね <laughs> 30個ぐらいむいてみもう,もうでもかき焼きガキ小屋とか行ったりしたら30個とかむかん、うん、あでもあれむかれてるんじゃんむかれてないよむかれてないやつもあるよあでもたぶん柱ぐらいは切られてんじゃんなんかああなるほどねそああこうをグーって入れて 貝柱を一回ペチって上の切ってポコって掛けるとかその…これが怖いわけよちょっとミスて手に出すって刺さらなかったとか死にどこがこれえ境目みたいな釣りの餌にすればよかったのにえいけるのいけるでしょマジでカキいけるいけるいけるいやまあ高級な餌になるけどした高級だなやばいなおーやばいやばい まあ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 なるほどねっていうあれかなだからちょっと気が向いたら俺ちょっと三郷の公園のファミリーマートちょっと寄ってみようかなとっちゅミスかわいそうだからへえー、うな,うなるほどね 1> <laughs> 第1位と 1> はあ、い、<ー> <laughs> ちょっとねそうですねちょっとローカルというかちょっとボケっぽいような1位でしたけれども他にもいろいろニュースなんか見たんですけど、うんうん、な,なんかちょっと悲しいというか重いニュースばっかりだったんで <laughs> <laughs> あんまり なんか嫌だなと、もうちょっとなんか楽しくニュース喋れんかなと思って、ミサトのファイマのアップルティーが、あおーと思って、なるほどね、いいと思って、うん、なるほど、はい、気になりましたね、はい、ありがとうございます。じゃあということで一旦 CM と曲行きましょうか、はいお願いします。なん全然でいい。ミサトファイマめっちゃ地元です。

あの今日帰りに返しました。三 <laughs> <laughs> 本ぐらい。<laughs> 死に受ける九本入荷のつもりが九十九本入荷してしまいました。<laughs> これは焦りますね。 Yeah. 345678910。 ということであっという間の一時間エンディングとなりました。はい、ところあと三分となりました。えー、私の、はい、じゃ番外編のニュースも今週からいくときます。あやろうやろう番外編のトーバルニュース。ーえーえー、何何？えっとー、うん、南電関電の社長。南電関電の社長。う,う,んうん。ええ十六年ぶりに、えー、復活。 どういうこと何それそれはそれ何何南んかんでえ知らない全然知らないラーメン屋さん川原市何でんかでっていうラーメン2012年にお前廃業したぜ全然記憶にないお前嘘だろお前ラーメンの先駆けでお前めっちゃ行列で潰れたところではなくてお前にそっくり色の黒さいやいやそれ川原さん 川原さん、うん、そうそうそうもそうもう…ほ、うんとに6年ぶりですかおえラーメンもうこの借金を押してねほうほういろいろこの <laughs> 失敗したらしいんですけどはいはいもうほんとにあ六6年ぶりですね6年ぶりに復活6年ぶりに復活ですじゃあまた美味しいラーメンがはい高円寺の駅前にラーメン復活でございます <laughs> 結構通えそうなところに好返事非常にねなんかもう言っちゃ失礼ですけど<っ> AV 男優の顔。<laughs> <laughs> 非常にねちょっとじゃあツイッターを読めるだけツイッターネームルフトハンザさんですね失礼だろお前 AV 大夫みたいな顔ってめちゃめちゃ出てそうだけど初めましてでしたね今週また来週もやりますんでぜひとも聞いてくださいよろしくお願いしますツイッターネームゆうねえさんですねありがとうございますとんこつラーメン流行らせた人なかったですかそう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 なんです流行らせた人ですね ええとこれぐらいですかねシプリームさんもゆ姉さんもこうたくんもたくさん見てくれてありがとうございましたありがとうございますルフトハンザーさんですね高円寺らしいですよそう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 9月にオープンするって書いてましたけどもうすぐじゃないですかうそうですそうですあと1週間あるかないかぐらいじゃないですかもうなんですかね これ何月豚骨ベースなんかなそこもやっぱりいやそりゃそうでしょやっぱうんおいいですね楽しみなんでぜひあのいける方はちょっと感想マネーマネーのトラつかにも出てましたよあ出てましたね俺今顔見て思い出しましたあこの人かっていうのそう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 あいいですねいいですねお前だからあのモノマネでいけるんじゃないいけんだろやいけるいけるいけるマジでいけるマジでいけるこの顔俺いけるかいけるいけるいけるマジでいける ちょっとなんか怖いのがシルベスタ・スタローンと並べられてる顔があるあでちょっと似てるね、確かに。似てる、似てる、似てる、似てる。だから、この垂れ眉にして、垂れ眉にして書いてから、あのなんかつらみたいなのかぶった何年間での社長。ちょっとオールバックセンター分け気味の顔、とんこつラーメン食べるさあ、じゃあ、ということで、今週のピーチキャスの彼はここまでということで、お相手はピーチキャスのショーートキャスバルでしたまた来週お会いしましょう。さようなら。ババイ ありがとうございました。また来週も見てください。